ごいよね。どういう構造してるんだろう。そういえば、アキラくんって何歳なの？多分、私と同じくらいだよね。圧力鍋か。そう、これさえあれば短時間で料理が作れちゃうんだ。硬いお肉だってトロットロにできちゃうし、夢が広がっちゃうよ。今まで持っていなかったのか。ずっと使ってたお鍋もだいぶガタが来てたし、そういう意味でもちょうどよかったよ。意外だな。琥珀ならこれくらいのものを自作できると思っていたが。通信ログがあれば解読のきっかけがつかめるかもしれん。ああ、
が厳重だぜ。いくら兄貴たちでも中に入れんの？そこら辺は心配ご無用。ビルの時と同じで、あのタワーにも資材搬入経路があるんだ。じゃあまた列車に乗り込むとか？いや、あれだけ高いタワーだ。資材は空輸で直接上層まで送っているらしい。その輸送機に乗って空中から攻め込むってこと？あんまり無茶をしないでね。いい調子だよ。
思ったより早い。脱出が間に合わなかったではないか。仕方ない。貴様の討伐も業務のうちだ。アドリブで当たらせてもらう。お前はあの時囚人の行く戦士を連れていた女署長。因果なことだな。よりにもよってまた一日署長としてこの塔の警備を任されている日に貴様が現れると。一日署長？その通りだ、素人バーチャルアイドル。コントラクト。ライブスタート。これがイソラの普段の姿。コンパニオンのセプティマを操る。歌って踊って戦っちゃう。よく戦士系アイドル。リクス君、それにロロちゃん、きっと通信データのロゴを狙ってきたんだろうけど、それは今イソラが持ってるの。ログをかけてロロちゃんと私、どっちがすごいアイドルなのか真剣勝負お願いします。
けど。ん？何？たまにアキラくんが言ってるバタフライエフェクトって何なの？あ、それは本人がいないところで聞くのもなんだかずるっこかなって思ったけど、いつもクールなアキラくんがその話の時だけすっごく怖い顔するから心配で。あ、もちろん言いづらかったら言わなくてもいいからね。え、全然。高級平和維持装置。スメラギはそう呼んでるみたい。全世界のセプティマを監視コントロール可能な、奴らにとって都合のいい平和を維持するための装置。でも違う。そもそもあれは、ごめん、僕の口からはこれ以上は言えない。多分アキュラ君も言わないと思う。そっか。こっちこそごめんね。なんか言いづらいことを聞いちゃったみたいで。ううん、悪いのはこっちだよ。こんなによくしてもらってるのに隠し事みたいになっちゃって。きっといつか心の整理がついたらアキラ君も言えるようになると思うんだ。だから琥珀ちゃんにはその時まで待ってあげてほしい。クロちゃん、わかった。私アキラくんが言ってくれるまで待ってる。ありがとう、琥珀ちゃん。おかえりなさい、アキラくん。みんな見てくれ、トマトがいい感じに実ったぜ。トマトは強い日光が必要な野菜。この地下基地でよく育ったな。実はまだアキラくんにも教えていない秘密の菜園があるんだよ。ああ、言う機会がなかっただけだよ。仲間外れとかじゃないから、あ、今度教えてあげるね。いや、それはいいんだが、さっきからマリアが神妙な顔をしているが、何かあったのか？トマト苦手なので。好き嫌いは良くないな。よし、だったら私がマリアが美味しく食べられるトマト料理作ってしんぜよう。トマトは各種ビタミンやカリウムなど栄養バランスに優れているほか、抗酸化作用を持つリコピンを多量に含んだ野菜だ。しっかり食べることだな。全然食べないイクスに言われると釈然としないのです。というかイクスさん、やけにトマトに詳しいですね。一般教養だろ。やっぱり若いからかな。今身につけているこれ限りだな。補修を繰り返して使っている。ん？真っ白鎧。そっか、予備があれば私もブリッツダッシュでバビューって飛べるかなって思ったんだけど。あったとしても常人に扱えるものではない。衝撃で全身バラバラになってしまう。故に琥珀を抱えて空を飛ぶこともできはしない。残念だな。でも一応抱えて飛ぶのを考えてくれるあたり優しいよね、アキラくんって。返答を予測し先回りをしたに過ぎ、ロロの捕獲用フィールドを使えば多少浮くぐらいのことは可能だが。ほら、
ういうフォローするあたりやっぱり優しいよ。でそういうのなんて言うんだっけ、ツンドラ？ツンデレではない。君の姉さんのことだ。お姉ちゃん？どうしてアキラくんがお姉ちゃんのこと？病気で寝込んでた時、琥珀ちゃん上ごとみたいに繰り返してたよ。お姉ちゃんって。そっか、みんなに恥ずかしいところを見せちゃったな。お姉ちゃんはすっごく強い人だった。強くて、凛々しくて、気高くて、物静かだけど、みんなを引っ張ってくれる人。そんな風に、私もしっかりしなきゃいけないのに。俺は、その姉さんのことは知らないが、琥珀は、みんなの姉として、よくやっていると思う。物静かではないがな。アキラくん、もうそれってどういう意味？パスコードの一方が第一データ施設内部にあることは判明した。確か今はもう使われていないスメラギの施設だっけ。頑張ってアキラくん。私には何もできないかもしれないけど応援してるから。Thank you.
お前さんがいくつじゃの。ようやく来よったか。この辺をしけばりしとる連れから連絡があっての、子飼いにしてお前さんが来るのを待ちよったわけじゃ。その風貌、以前データを閲覧した覚えがある。確か名はバクト、どこぞのマフィアの初級幹部だったか。そらチートばかし古い情報じゃ。今は幹部じゃのうて頭張っとるもんじゃ。言うても前の構想でファミリーの大半は行ってしもうたかお縄になっとるけ、名目だけのお飾りもんじゃがの。ほいじゃが、お前さんの玉さえ取りゃとっ捕まったもんも無罪放免、わしらの前もまっさらにしてくれるいう話じゃ。またそのパターン。スメラギの統治ってとことん腐ってるね。威勢がええの玉子ろ。お上が腐っとろうが、今んわしには関係がな。ファミリー最高のためなら、わしは泥もすするし犬にもなる。それがわしの極道じゃ。コントラクト。わしのセプティマスパイラルで全身知事に逆連載や。行くぜ。フッ、しまいじゃ。行くぜ。フッ、しまいじゃ。フッ、ほら、つい。行くぜ。しまいじゃ。ほら、ほら、やりよるの。行くぜ。しまいじゃ。死にたらせ。ほら、ほら、わしは倒れん。これぞわしの道、オニックスパイラル。おい、つぶれや。おい、ぶち抜け。おい、打ち切れろ。仕上げじゃ。よし、行くべ。しまいじゃ。
死にさらせ。決める。行くぞルナ。オーケーアキラくん。はっ、強いぞ。決めた。これが報いか。敵は倒した。ロロ、端末へのアクセスを頼む。了解。ちょっと待っててね。なるほどね。お、これはパスコード発見。やったね。これにてミッションコンプリート。何を笑っている。別に何でもないよ。